そう、1個だけちょっとプロにお願いしたいのが、はい、今スリクソンのヘッドで、はい、テイラーのボールでこんだけいってるから、はいはい、テイラーのヘッドでいったらそうなんだけど、うん、なるほど、確かにそうですね、そうですね、テイラー、テイラー、おー、やっぱ開発段階でテイラーメイドさんはテイラーのヘッドで打ってるはずだから、なるほどですね。平井博明のワンナップゴルフ、一応同じモデル的に LS にします。一応ちょっとシャフトも変わります。これはい、シャフトが先ほどと一緒 VF の 5S に QI10 の LS の 9.09 度をハイヤーにしてますね、はい、で赤いテーラーメイドのボールでいきます。ちなみにこのセッティングは今ね、タイガーが使ってる VF に近いもののセッティング、ヘッドはそれだし、ね、はい、今うちでも売れてるクラファイトの一番新しいシャフト。これもう無理、もう無理です、これ以上は。もう打てない、疲れた、うん、まあいい感じだね、うん、これ一個俺に言わせてもらうと、まあヘッドスピード同じで、はい、フェードでこんだけ飛ぶってなかなかない。そう、そうだよね。これがやっぱりトラックマンとか GC クワッドってドローのが飛ぶデータになりがちなんだけど、はい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 、このフェードでここまで飛ぶってなかなかない、はい、でフェードなんだけどスピンも抑えられて、これもう56っていうのは違反でしょ、違反ですよ、違反ですよ、世にない数字。マックス上限なんだよね。そうで、はっきり言いますけど下クラブです、これ。ああ、そうか、そうか、そうそう、だから削ってとかそういうのない、もうそのままそのままっす。だからそれだけ反発もいいってことよね、ヘッドのね、うん、市販品ででしょ。そう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 。いや、それすごいね。すごいよ、本当に。ね、打ち出しも高くないけど、ただ今俺一球ってびっくりしたこと言っていい？さっきスリクソンで打ってこの赤いボールはちょっと硬く感じたの。うん。めっちゃ柔らかいから。あ、そうなんだ。赤に感じない。やっぱり開発ってテーラーメイドのボールの開発する場合って当たり前でテーラーメイドのウッドで開発するじゃん。だからそれが相性良くは絶対してるはずなのよ。打感だったり。他のメーカーのドライバーでわざわざテストなんかしないから。大げさ抜きで言うと、レンジボール感覚の柔らかさ。うん。そんぐらい柔らかい。めっちゃ柔らかい。あとさ、でこっちが硬いのかもしれないけど、自分のスリクソンのシャフトの G で打ってたじゃん、今。うん、で、今 VF って硬いシャフトになったから、やっぱフェードになるのかな。まあ、そうだよ。あのね、なんだろう。もう無色だから。本当に自分のスイングをしてるだけだもんね、今ね。そうなの、そうなの。何にも変えてないから、だからシャフトがそのまんま結果として出るから。そうだよ、そういうシャフトです。ボール位置も変わんないようにね、変わんないようにボーボーボーしてるし、ね、そうなんですよ。ちょっと捕まえていいですかね。来たね、これやったっしょ、これやったっしょ、これやったね、これやったっしょ。すごい、ドローと。ちょっとキャリー、ランがない。ドローとフェード打ち分けてくんな。やっちゃってるよ。あれ？あ、ねえ、これってさ、ボールが飛ぶってことでしょ？反発がいいってことじゃなくて？だってヘッド変わんないんだもん。初速が速いってことだよね、これ。なるほど、なるほど。ボールがそんだけ弾いちゃってる。弾いちゃってるってこと？すげえな、45。マキロイだな。マキラになってる？マキラになってる。マキラ 45.6 だって。だいたい、マキラだと120フィートとか125フィートっていう。で、ヤードで計算すると、まあ40ヤードから42、3ヤードなんだけど、はい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 、まあまあ、ヤードだとそういう数字になるよね。すごいね。俺だけ嫌いだ。マキラか、ヒロイか、どっちか。ヒロイか、マキラや。でも、これを出すのに、うん、インパクトゼロとこれと、うん、これをしてるんだよね。マジ？うん。じゃないとこれが出ないから。じゃないとこのドロー出ないよね。そう、出ない。うん。出ない。絶対やるからね、俺。やってるから。本当に。これダメだもんね。もう、これは出ない。これ俺いつも嫌だ。これね、これトレーニングやってもさ、みんな体を、動かせとか、はいはいはい、使えって言われてるから、はい、こうなってこうやってやりたくなる、はいはい、こう持ってくる、そう、絶対出る、なります。もう
手でこうやって体止まってんのにこうやって頑張るのね。聞きました、やっぱ僕だけじゃないんですよ言ってるのそう、やっぱそういう結果として出やすいですよね。なんかボールに対して手が先にインパクトして、 そっからヘッドくるから、うん、右行くじゃん、行く、こうやってやんないと、そう、ヘッドと手とボールが一緒のところに来ないで、 そこでさ体のパワーでグンと押してあげる、そう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 、何なのこれ、そうで、このまま行くじゃんでフィニッシュがさ、こう、こう肘引けてさ、そうだから、この状態になったのをこの体の圧でグンって、そう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 、あれが少ないよね、ここでグンだから、そうそう、もうフィニッシュの時にヘッドまだここにいるから、そうね、そうなの、やっぱあるんですよそういう動きって、なりやすいですよね多分、うん、ね、トレーニングやって思うのが、そうだよね、プロテストを受けるレベルの子たちでもそうだけど、はい、上半身がやっぱ弱い、弱いですよね、ここがやっぱね、ここで声に注意できないんだ。10万円のこの力感をね。久しぶりやりますか。何を？ベタ手。ベタ手やります。ベタ手。はい。ベタ手をシダクラブで。ベタ手のがなんかこれか。すごいんだもんね。ベタテ、ベタテ教一、ベタテ教一出ました、ベタテ教一出ました、あ、ほら、だって違反だもん、出た、ベタテ出ました、違反だもん、いや、もう疲れました、もう疲れました、疲れててもベタテだったらこれが、そう、そうっすよね、そうっすよね、やば、この話を本当さっき蕎麦屋してたんだよね、トールくんと。とにかくか、あの、体使って打つことはみんな変わらなくできるんだけど、腕とクラブと上半身だけのパワーが弱すぎるって言ったの。だから今工藤さんが言ってた通り、だからそれで本当は距離は変わらないよっていうのができないって言ったんだよね。そう、本当は変わんないから、今上だけで回したんだもんね。上だけで回したっていうことはやっぱヘッドスピードも上がるよ。そう、俺は上がると思うし、うんうんうん、でも前コメント来てて、あ、手打ちって言ってるけど、うん、状態使ってるじゃんって、そう、いや使ってるよ、使ってますこうは打たないからね、そうだよね、うん、絶対上は回るから、うん、いや状態使ってるじゃん、そう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 、誰もそんなところそうなんです、そうなんです、そうなんです、そうなんですね、そう、いや、いいよ、やっぱ何なんだろうね、下が速いと、うん、多分切り返しのここが一番ヘッドスピード速いんだろう、うんうんうん、だから上だけで振ろうと思うと一番ボールがあるところが速くなるから、そうヘッドスピードの速くなる位置を皆さんイメージしてあげる、うん、そうするとやっぱりこうだとここだけで速くなる、そう ここだけだよね、そこが多くなっちゃうんだ、そう残りでこう惰性でここに来ちゃうからもう遅いでしょ、うん、弱くなっちゃう、ね、そう。だから上だけで振ろうと思うとちょうどここのポジションが速くなって球も捕まりやすいっていう認識でいてもらうと、そうだね、気合ってこれだけで速くなるから、うん、こう持ってくから手もこう出るし、そう、うん、ここ速くてもう終わってるよね、うん、もうこの時点ではね、腰の幅ってこれしかないのにクラブ持ったら長いのに絶対腰の方が速くいっちゃう、そうなんですよね、腰に追いつくぐらいの上が来ないと絶対こうなっちゃう、そうですよね、うん、腰からこうアマチュアって手ここで腰から行くっていうのがすごい脳みそに入って、はい、そうですよね、ねえ一緒に来ない、そうそう、なんなら上早いぐらいでいいからね、そう全然いい全然いい、だってね本当回転量の問題だからさ、うん、そん同じ度合いで回っちゃったらやっぱこうなっちゃうじゃん、そうそうそう、うん、伸びちゃうしね、もちろん腰も使うし回るんだけどタイミングがね、タイミングがあるじゃない、うん、本当手下ろしてから腰でいいよね。そう。やっぱりみんなこういう風にやろうとするじゃん。そう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 。で降りる前にもうフィニッシュ行っちゃうからどんどん浮くとかなるもんね。でフェース開くし。そう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 。すごいこう浮くじゃない。こういう風に。そうだよね。思いがけずいいクラブ見つけました。今日一出しましたね。上だけでね。そう。おやってんな、やってんな、やってんな、すごいな、茨城の人間は。
茨城、しかも、しかもね、グローブもうちの師団の、グローブもうちのだからね。いや、やっぱね、茨城から港区来ると、もうこういう顔出せるから。すごいな。もう帰りたくなるし。やっぱ茨城と港区ちょっと時差があるから、ね。あるあるある。もう早く帰んないと。いや、ほんと、ほんとにびっくりしてる、これ。冗談抜きで。こんなにいいと思っちゃう。そのシャフトでも合いそうだね。うん。VF で。これはいくらですか ?4 万7千くらい。4万6200円。定価。金取りますよ、うちはもう。一応、こういうふうに、表になってるんで。VF はやっぱり低弾道で、球が捕まりにくい部類、でもねそんな感じしなかったんでね、ここはここかもしれないけど、うん、めっちゃくちゃタイミング合う、 うーん、やっぱ長さとバランスもあるんだろうね。あーなるほど。 45.25 インチの D1 にしてるんだけど、 D1 なの、うん、重くはしたくないんで、シダクラブなんで平均的な重量に合わせてるんで。でもさ、今じゃあざっとアマチュアゴルファーのヘッドバランス、うん、D1 より軽い、 D1 より重いって言ったら D1 より重い人の方が断然多いでしょ。断然多いね、うん、びっくり。あ、そこじゃない。60歳の人がリシャフトしたいって言って、うん、あのそれほど VF 入れてあげたんだけど、うん、その前入ったシャフトが、うん、まあグラファイトじゃないシャフト入ってたんだけど、うん、D5 60歳でしょ。マジで。いや絶対とは言わないけど無理でしょ。難しいよね。D5 だとやっぱりさっき言ったようにヘッドがこう戻ってこない。来ないね。このまんま来ちゃうんだ。そう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 。でヘッドだけもう遅れてきてもうフィニッシュになっちゃってるから、ヘッドをこう戻してくるにもやっぱ軽すぎても良くないと思うし、うんうんうん、やっぱり D0 とか D1 ぐらいアマチュアの一般的な感じだと来る感じがいいよね。アイちゃんとかで C9 とか D0 とか。ドライバー、うん、女子プロで大体。アイちゃんのアイアンとかもね、C8.5 とか9とかなんだけど、こう戻ってくるような。これ変えます？ぜひ。ここで。ああ、変えるの？変えるっていうか、今、あの、ラウネの次に売れてる。これヘッドは？ヘッドも変えます。ヘッドも変えます。はい、これ、すごいね。結構おすすめ。シャフト自体も。あのね。俺のポイントは9度を寝せてるっていうのは相当でかい。例えば11度を10度にするより9度を10度にした方が俺はいいんでね、うん、あのちょっとやっぱ捕まるだろうなっていうアングルが見たいわけよ。どうしてもこうやるとこうやりたくなるから。そうだね、わ、うん、かるわかる。だヘッドによってもそれね、逆がいいとかあるじゃない、うんうんうん、かぶってるヘッドは寝てんのを立たせた方がいいとかあるけど、うんうん、これすごいいいもんね。ちょっと捕まり側の方がしっかり触れるし、ね、そうだね。いや、いいデータ取れましたよ、本当に。やったね、これ。やった。久しぶりにベタ足やりましたけど。一番飛んでたね。うん、飛んでた。よかった。あとは、ここの理論が相変わらず合ってたのが、そうだね、そうだね。このダイモンとワンナップゴルフの。うん、そうだね。うん、でまあ、ゴルフ脳というか、あれが合ってるっていうのは素晴らしい。うん、ちょっとあの、テーラーメイドのレビューっぽくなっちゃったんですけど、これ、マッチング最高でしたっていう動画です。本当に。これいいですよ。あと、シャフトの差も出たし、ね。あ、そう。これ、やっぱり、この辺しっかりしてる感じがあるとか、なんか、いろいろネットとかで書いてあったんですけど、なんか、全体的にしなってくれて、めちゃくちゃタイミングが取りやすいっていう印象でした。なんか、前よりしらする機会ってないんで、そのシャフトがどうのっていうのはあんま、今までなかったんですけど、初めてこれ打ったんですけど、すごい良かったですね、VF。感じがいいっす。ちょっと気になる方は、ダイモンの方に来て、ちょっと試打してみてください。試打できますんで。はい。じゃあ今回ちょっと、テーラーメイドのレビューを撮っていきました。じゃあ、いいデータ撮れたんで、そろそろ終わりにしたいと思います。今から登録と茨城帰りますんで、よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと特別なですねミーティングですとかレッスン先行予約、あとオンラインサロンではですねちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですねちょっと秘密なこととかですね特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。